皆さんこんにちは、ババラーネ館へようこそ。ピンです。今回はチャレンジを潰そうと思います。でチャレンジの内容なんですが、こちら雪だるまを合計5回吹き飛ばしてからのこちらコインラッシュで遊んでいこうと思います。では DK スノーマウンテンで雪だるまを潰していきましょう。ここもねある程度スコアを上げておきたいよね。よし始まる。この90万点っていうやつをクリアするには本当にちょっとでもいいからさ、ちょっと待って、私のコイン持っていかないでよ。ちょっとでもいいからこのコンボをつなげなきゃ。やばい、これ危ない。待って、雪だるま潰してったんだけど、あの人たち私の雪だるまだよ。ちょっと私の雪だるまを壊さないでもらって、あそこにも雪だるまね。よしよしよし、まず1個目。あ、やったフィーバー来た。ここで少し点を加算させてもらって、ここのコインも2枚取りで、これからだよね。ちょっとあの雪だるまをさ壊していくの頑張るのは。なるほど、こっちと あそこの先にあるのか。ほいほい、オッケーからの、ここからコインもらって、あそこの奥に2体いるからそれもらってこう。ほっ、いや壊れない。おー1匹くっそ、あの子にジャンボバナナをプレゼント。しかも待って、私危ない危ない危ないで、ここのコインもらいたい。ねえなんでよ。それあなたから見たらさ、ワルイージのさコインかもしれないけど、私から見たらワリオのコインなんだから、ここ壊したい。3つ目か。よし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 、高得点狙えるんじゃないかこれは。ここで大量に、待って、壊すなよ、それ壊すなよ。ナイスナイス、これで4個目ってことは、あと1個壊せばいいのか。ちょっともらいに行くか、最後の私の雪だるま。ここでジャンプして、でこっち側でちょっと、あ、やばい、ミスったミスったミスった。いや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 、あの子お尻持ってるよね。落とすのいつ。あー、なんで綺麗にうまく避けるの。よしよしよし、でこれで最後に私はこの雪だるまをもらっていけば OK。 あ、待って、よしいいよ、これで5個いったっしょ。おい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 、めちゃめちゃハワイ寄せしてやったいったかな。お、これはいったのではないか。ちゃんと5個ね壊せてたもんね、カウントしたもんねよし、チャレンジクリア。そして次がコインラッシュで遊ぶですね。コインラッシュ久々だな。どうやって遊ぶんだっけ。遊び方覚えてないんだけど、チケットのところだっけ。これか、コインラッシュ。あ、待って、チケット持ってるのここから行けるんだっけ。コインラッシュする。あれ、もっとさ簡単な行き方があった気がするんだけど、ゴールドマリオはコインを吸い込みまくります。よし、コインを集めよう。いやこれ難しいんだよね本当に。ちゃんと綺麗にあんまり取れた試しがないから。でもさだよ、もうちょっとそろそろ。いやこれさ、今までのね中で全部綺麗に取れた方っていなかったんだよね確かね。設定前コメントいただいた気がする。そうなんだ、すげえなーって。このコインラッシュが一番鬼畜なんじゃねえかなって思った覚えがあるんだよね。さあここと、いや待って、カーブしてるじゃんこれね、めちゃめちゃカーブしてるじゃん。ど真ん中にいないと多分もらえないんだよねマジかよ。でちょっとここも綺麗にカーブしていこう。あ、やばい、今のはちょっとやばかったんかもしれない。こっち側行ってなるべく外側気味に行った方がもらえる感じ。ここは、あ、やめて、いやーもう今端っこの方絶対もらえなかったわなんとなくキスになってるからそう思うよ。ここ絶対配置されてんの偶数とかでしょきっと。ここと、ちゃんと赤のところにいればいい感じかな。あ、やばい、ずれてってる。さあこれ最後に、うわー、これ何、コインのやつ、コインの形してた、すごくない。あそこサムネにしよっかなお、407枚、814枚、やば、コインがさ全然ないのよほらいやもう一回やろう。ちょっとコインラッシュで今日は時間潰そうかな、楽しいしね。赤コインは黄色いコイン2枚分、めちゃめちゃ稼げるってことかな。何回も走るよりも、でもチケットをね消費しなきゃいけないっていうのがあるからね。まあそもそもここで取れてない可能性があるよね最初の段階でさ。ここはちゃんと真ん中いけてる。これを偶数にして保っていきたい、偶数に保っていきたい。よし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 、偶数、いや分かんないよ、
あの奇数の方が合ってるかもしれない。いや奇数になっちゃった。今ね絶対1枚ねトリッパグレだから、ここでここですよ。綺麗にカーブを描いていく。よしよしよし、いいよ。今のところ全部取れたかな。いや待てよ、奇数になってしまったな。あ違う違う、偶数になってしまったな。ここめっちゃ気持ちいい、吸い取るのなんかさ、あの掃除機でさ、ご飯カピカピになっちゃったご飯とかさ、なんか観葉植物に入ってる石とかをさ吸った時のさパチパチって感じ、あれの感じに似てるね。なんか綺麗に吸い取れてる感じいやわかんないかな、わかんないか。なんか私の身近なもので例えてみたんだけども、これわかんない人いたらちょっとコメントで書いてもらって。やだちょっとこれさっきより少ないんじゃないか。待てよ、さあここで、あ400何枚、さっきと一緒じゃない。あれ絶対おかしいって、綺麗にもっと取れてるはずだって、さっきと一緒。よしラスト3度目の正直いきますか3度目の正直、1枚でもまた多く取りたいな。これの上限もね、なんか教えてくれた人がいた気がしたけど、何枚だったか忘れちゃったな。ここまっすぐ突っ込んでいく。これさ画角にさ綺麗に収めてる方がいいのかな。ここあーちょっと絶対今やばかったんじゃない。画角に収めておけばいい感じかな。あやばい、これ端っこの方やばかったんじゃない。大丈夫そう。でもさっきよりなんか1枚多い感じがするけどね。ここがこう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 、よし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 、いい感じに進んでる、いい感じに進んでるかはちょっとわかんないけどわかんないのよ、もう元の枚数がよくわかんないけど、ここも綺麗に取っていきたいね。よし端っこ、あやべえ奇数になっちゃった、奇数になっちゃったけどまあいいでしょう。ここで綺麗に取っていく。いやなんだろうねこのクッパのさ上のマークなんでここでクッパのマークなんだろう。ここってクッパのなんかそういうコースだったっけ、わかんないけど、ここでラストだよ、最後綺麗に取っていこう。 赤コインのところをなぞっていこう。よしよしよし、あさっきより枚数取れたかもしれない。あれ一緒だ、違う、さっきより1枚多いもん。最後の最後でコイン2コイン得した感じだね。やったー、408枚で合計816枚。やったー、6306枚に増えた、めっちゃ嬉しい。よしこれでチャレンジが無事に終了したかな。ゴールドチャレンジ、コインラッシュで遊ぶクリアー。そしてツアーマルチチャレンジが残っているので、フレンドの皆さんにご協力をお願いしたいと思います。あの普通にね走ってもらって構わないんですけれども、私はこのマルチチャレンジをあのクリアすべく走るという形になります。ですね、日程が2月7日月曜日にやりたいと思っております。時間は21時半から。よろしければ参加してください。ということで今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。